皆さんこんにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょうアーセナルはウパメカノの,の獲得に関心を示している写真イコールゲティイメージズ写真を拡大アーセナルは混沌の移籍市場でライブツヒに所属する フランス U21 代表 DF、ウパメカノの,の獲得に関心を。28日にイギリス紙、ミラーが報じた。同クラブは今回の遺跡市場でもウパメカノの,の獲得を希望しており、オファーを持ちかけていた。最終的に交渉は破断してしまった。アーセナルは再び同選手の獲得に向けて動くと伝えられている。アーセナルは当時、 ウパメカノに対して5500万ポンド、約78億円以上の移籍金は支払わないとして、ライプツヒとの金額設定に合わず、交渉が破断。しかし、同選手の契約満了が、来シーズン限りということも、今回は4000万ポンド、約57億円ほどのオファーでもライプツヒは、承諾する模様だ。新たにクラブを率いることとなったミケル・アルテタ監督は、 クラブの再建を図るためにも混沌の遺跡市場で大型補強に動くという。果たして同監督はアーセナルを成功に導くことができるのであろう。